令和2年度の入学にあたり、水産大学校校長として一言お祝いの言葉を述べます。本科213名、専攻科50名、水産学研究科11名の新入生の皆さん、入学おめでとうございます。皆さんの入学を教職員、在校生一同心から歓迎します。本来であれば保護者、ご来賓ともども入学式を挙行し、皆さんの入学をお祝いすべきところですが、新型コロナウイルスの感染の広がりを受け、入学式を中止せざるを得なくなったことは大変残念です。さて、水産大学校は80年近くに及ぶ長い歴史を誇り、本校の卒業生は日本国内はもとより、世界を舞台に水産の第一線で活躍してきました。水産とは天然の水域、あるいは人工的な水環境の中で魚介類を管理しながら取ったり育てたりし、安心安全な食品、食材として、それらを人類の健康や豊かな食生活に役立てようとする、古から永遠と続く営みですが、現代の水産は実にさまざまな学問、技術、産業、社会が関わる複雑な様相を呈しています。またその関わり方も時代とともに変わっています。皆さんはそれぞれ自分が目指した分野で水産の世界に貢献しようという高い志を持って水産大学校に入学しましたが、自分の専門だけにとどまらず、水産大学校での学び、そして友人、先輩後輩、教職員との語らいを通して、無限の可能性を秘めた夢ある広大な水産の世界に目を向けてください。本日入学した皆さんには、これから卒業するまで勉強する時間と勉強する空間が保証されています。その時間と空間をいかに有効に使うかは皆さん次第です。新型コロナウイルスのパンデミックという世界を震撼させる事態の中で入学を迎えた皆さんですが、冷静に現実を見つめ、流言飛語に惑わされることなく、正しい情報をもとに最適な行動をとることの大切さを強く意識する機会として、今後の学生生活に生かしてください。結びに、本日の入学の日を迎えた新入生の皆さんの水産大学校での飛躍を記念し、お祝いの言葉とします。令和2年4月3日、水産大学校校長、須田雄介。